弱者が強者になる経営なんだよ。だから弱者が強者にならないと弱者にも勝てないんだよ。これが世の中の経営の真髄だと俺は思っとる。熱血コンサル基礎産業。倒産寸前から復活する社長の特徴と這い上がれない社長の特徴はということで、これまでコンサルをする中で資金繰りがギリギリでもなんとか持ちこたえて復活をした社長さんもいれば、資金繰りの問題を解決することができず回復することができなかったという社長もいるかと思います。持ちこたえて復活する社長と回復できない社長の資金繰りという面で決定的な違いというのはどんなことと思われますか？これはね、もうここしかないんだよ。等身大になってどれだけ活動できるかっていうことなんだよね。等身大になれることっていうことと動けることっていうこの2つしかないんだと思うよ。なんだかんだ言って。お金を集めることがもう一番生存するために必要なことじゃんか。だからそのお金を集めるところで、やはりこう自分のところがこういうふうにしんどいから、そのお金を集めさせてくれっていうふうなことが、等身大になって言えないことよ。だから自分で商売頑張って、売り上げを作ってみたいなことばっかり言ってる人は、なかなかうまくいかないよな。それでやらないといけないんだけど、銀行以外の資金調達先っていうのをどういうふうに開拓していくかっていうとこ、勉強してないんだよね。勉強してないから行動できないんだよね。行動してお客さんというかお金を出す人にバカにされながら怒られながらどれだけやってきたかっていうことだろうというふうに思うよね。だからそこが等身大になれない人っていうのは生き延びれないんだろうというふうに思うね。うちのお客さんでもね、あるよ。資金調達指導パッケージっていうのをうちの会社持ってて、で、その自分で資金調達ができるように教えるっていうことをやるんだよね。まずね、資金調達できた人っていうのはいないんだよ、実は。だけどみんな問題が解決するんだよ。これどういうことかというと、例えばよ、お金をその子で社債とかそういうことで出してあげることはできんのんだけど、例えば大型受注を発注して前金でお金入れてあげるとかね。お金持っとる人の方が実を言うといろんなやり方知ってるんだ。お金を持っとる人っていうのはそれなりの理由があってお金持ちになってんだよ。あなたはその理由がないから要はお金持ちになれないんだよ。たったそれだけの違いなんだよ、実を言うと。だからそこに聞いてみたらいいんだよね。だから自分のところがなくて困るんだったらとか言ってね、じゃあこういうふうにしてあげようかみたいなことが言えるってことだよね。だからそれをどういうふうに相手を探すかっていうところが大事なんだ。だけどその相手を探すしてもアタックできないってやつがいるんだよね。3つ理由あるかな。一つは自分でこうやったら儲かるってことを思いつかんのよ。もう、リフォーム屋なんか特に多い。もうほんまにもうバカばっかり、マジで。もうそういう風なのが多いんだ。例えばよ、リフォーム屋にしよっか。年間1億ぐらいの売り上げがあるとしよっか。もしはそれに反対側でどれぐらいで運転資金で投資するのっていうことになったら、まあ、仮に3000万としよっか。そしたらこれが、要は、1年間で1億で受けて3000万儲かると。いう話になると、3000の3000だから1年で 100% ってことだよ。そしたらこの中の 15% くらい分けてしまえばいいんだよね。だからそれでその 15% 分けてもう3000万調達しちゃえばいいんだよ、実は。その手元の案件これだけあります。50件ありますと。でもそこからさらに自分が規模を大きくして取ろうと思うと100件ぐらいまで取れますと。いうことになると、その50件部分をその 15% で分けちゃえばいいんだよね。っていうことを普通にやるんだけど、そこで出てくる頭があるんだよ。その先にお金をもらうから、その資金繰りに関しては問題ないはずなんだけど、自分が資金繰りが苦しいから、資金繰りが苦しくなかった時の、自分が思い浮かばんのんだよ、バカだから。だからそれで、要は資金繰りが苦しいからっていう風な話で、そんなことができた時の自分っていうのは想定がつかないんだよね。だから行動ができないというのが1点目だよね。それともう一つ、もったいないって思うんだよね。今まで銀行は 2% ぐらいで貸してくれてたのになんで 15% で分けないといけないんですか。それは俺が働くのにもったいないみたいなことを思うんだよ。だから、自分のことが頭にあるんだよね。大体ね、利己主義な人が多いんだよな。儲かんない人って。すごい儲かっとる人っていうのは、利他主義の人がすごく多いんだよね。利他の精神ってよく稲盛和夫さんが言うんだけど、その利他の心で、相手にを喜ばせてあげたいっていうふうに思うから、要はお金が集まるっていう考え方が体感できてないんだよね。これが二つ目の理由だ。ほんで、三つ目の理由。これが一番大きいんだよ。やっぱ勉強量が少ないんだよね。何回も言うけど。やっぱりそういう風な経験がないんだよ。人に喜んでもらうことが自分のお金に返ってくるっていうことが、まずもう基本的なことが分かってないよね。じゃあどのぐらい払ったら喜んでもらえるんかいうところまで考える。じゃあいくらなら出せるのかっていうところまで考えて、ビジネス組み立てて活動していけば基本困らないんだよね、お金にね。だけど、そういうことを勉強できてないんだよ。で、これ勉強して望んでると、自分はお金出すことはできんけど、お金を持っとる人を紹介してあげようとかね。例えば、医者だけで、この間もあったんだよ。5000万ぐらいあれば、絶対立ち直るっていう案件があったんだよ。で、これを、うちが出すっていうのもちょっと選択肢としては実はあったんだよな。だけど、指導パッケージのお客さんだったから、じゃあちょっと自分でいるんだよね、そういう人が。うちがいるとやっぱり投資家への リターンも考えてこのぐらいもらわんといけんってことになるから、半永久的に脱出することができんだろうなって思っとったよ。だからちょっとうちはなるべく少なくしたいなって思っとったよ。そしたらその取引先に行くじゃん。お金出してくれっていう話、こうだからしんどいんだけど、今このぐらい儲かってるんだと。コロナの時の負債が苦しいから、こういう形でそこから脱出したいからこのぐらい出してくれんかっていう話よね。そこで出てくる選択肢として、買い手の投資家の選択肢も3つあるんだよね。潰れるのを待つってやつだよね。一番クズがやるやり方だよね。でかいリフォーム屋とかだったらもう潰れるの待ってさ。で、そこの社員も先声かけとくんだよ。うち来いってね。取引先にもあそこ潰れそうだからみたいな感じで先声かけとくみたいな。これ一番クズがやるやり方。で、その次。これが一番真っ当な人がやるやり方。譲渡破産だよね。譲渡破産の受けになるんだよ。借り入れが1億円あって、例えばその5000万の資産があるとしたら5000万の債務超過じゃんか。その5000万の債務超過に付き合いたくないっていうケースだよね。で、この場合は5000万出すんだけど、この資産の部分の5000万を出して、ここの部分を買うというかね。買うんだけど、こっちの債務超過部分には付き合わないよ。だから山本さんなるべく、値段を下げてね、裁判所に耐えれるだけのデューデリーやってね、みたいなパターンよね。これ二つ目のパターンだね。これ一番ポピュラーなパターン。その次、三つ目のパターン。これがね、実を言うと珍しいパターン。うちはでもこれやるんだよな。1円で買って、負債も見るっていうやり方。これは、負債が生きてる場合、条件変更してない場合はすごい有効手段なんだよ、これ実は言うと。1億円借りてて、その会社がよ。それと1億円調達能力があるんだよ、実は言うと。だからこう減らしていくじゃんか。減らしていったらまた5000万になって、またこう5000万戻したら、ここからこの5000万も借りて5000万こっち入ってくるわけだから、っていう風に考えると、要は貸金を生かすというか、借り入れも資産っていうことを考えて、その資金を先の部分の助けてあげる部分だけは入れてあげてね。ほんで、その負債の折り返しっていうところを狙うっていうやり方。この3番目のパターン。最近、俺が指導するのはこの3番目のパターンが非常に多いし、うちも助けてる会社っていうのはこの3番目のパターンが非常に多いよね。だから、この、投資家の頭っていうのはそういうところがあって、その会社の場合も、やっぱり一社だけだと、ちょっと5000万厳しいなってことになったわけよ。なんでかというと、取引先が何社かあって、自分が欲しいとこの省流って1個しかなかったんだよね。そしたら友達の会社とかに電話して、その人がね、俺が3000万出すからお前2000万出してくれんかっていう話になったんよ。お前とこも取引あるじゃろうとかっていう話になって3000万と2000万を入れて5000万入れてもらえたっていう話があったんだよね。だからこれってどういうことかというと、等身大になってその人が今こういう状況だからってことをちゃんと説明できるかどうかなんだよね。だからできるとちゃんと立ち直るんだよ。どういう会社だって。こんな会社いっぱいある実は。個別指導パッケージでやってるとかね。例えば資金調達指導パッケージでやってるお客さんって結構いるんだよね。でも等身大になれない会社っていうのが多いんだよね。最近うちの会社これ言っていいんかな？俺がちょっと個人的に思っとることね。やっぱり年商1億とか5000万ぐらいの会社の社長っていうのはそこが思い浮かばんのんだよ。やっぱり1億は1億の社長でしかないんだよな、実は。で、だいたいタスカットの会社って年商5億円とか10億円とかいう会社の社長が助かるってケースが多い。これどうしてかというと、やっぱ5億は5億の勉強量をしてるんだよ。で、10億は10億の勉強量があるんだよな。だから会社がおかしくなってきたところで助けてくれる人っていうのもいるし、自分もそこに飛び込んでいくっていう頭というか、勉強できる頭があるんだよ。だからやっぱ年商ってすげえ大事だなというふうに最近俺が感じること。まとめるとどういうことかというと、やはり等身大になって日頃のやっぱりこう資金繰りが苦しいって思う手前というかいうところからしっかりそういうふうな動きをしとかないと出口が見つけられないんだというふうには思いますよね。今のお話の流れで等身大になるっていうのがすごくキーワードっていうふうに感じたんですけども、等身大になれない社長さんの、心理というか、そういうものってやっぱりこうお金がないって言えないとか見栄みたいなものがこう邪魔をするんでしょうか。そう、もう家族にも言えないんだよ。うちに相談に来とる時に奥さんにも言えんみたいなようあるからね。だから奥さんに言えって言うんだよな、俺がよく。言ったらすぐ離婚されるからみたいなね。お前そんな嫁と結婚しとる経験なんだろうがみたいなことをよく言うんだよ。子供ばっかり作りやがって言ってから俺が怒るんだよ、そこで。だから最近うちのグループコンサル 6,000 円のコースって余談なんだけどできた理由があって、うちの2代目がやってんだけどね、俺に怒られたくないからってことでそっち行くみたいなことが結構あるんだよ、最近。もう俺結構怒るからね。いや、でも等身大になれ。その人のためを持って、愛を持って怒ってんだよ、こっちはね。だから奥さんにも言えんものが投資家に対して言えるわけないじゃん、そんなん。だからまず身内からやっぱり自分のことがどうなんだこうなんだっていうことが言えないとダメなんだろうというふうに思いますよね。まあ俺はやっぱり自分苦しかった時でもやっぱ苦しんだとは言ったことはないんだけど、やっぱりこういうことでお金出してほしいっていう活動は相当したもんな、やっぱ。今でもしとるもん。その辺のやはりこう等身大になれない人っていうのはやっぱり等身大でお客さんも話をしてくれないよね。だからこう出口が見つけられないっていうことになるんだろうというふうに思いますよね。今回で言うと倒産寸前から復活する社長の特徴というところになるんですけど、資金繰りがギリギリで銀行もしくは他の方の資金のサポートを受けながらっていう時期がありながらも、資金繰りの問題を解決するっていうところについて、何件もあったと思うんですけど、そこの特徴で言うとやっぱり自社の中でこういうことが起こったっていうよりもやっぱり外部のこういう人と出会ったっていうケースの方が多いんでしょうか。むしろそれがもうほぼ 100% だと思ってもらっていいよ。付き合っとる相手がダメすぎるんだよ。付き合う相手を変えて上に行かないといけない。これだけはもう間違いない。引き上げの法則とかうち社内でよく言うんだけどね。引き上げてもらえる人かどうかってことよ。これものすげえ大事、マジで。やっぱお金持っとってその上の経済圏にいる人たちにこう引き上げてもらえないとダメなんだよね。だからそういうができる人っていうのはどんなに倒産状態にある人でもやっぱり助けてもらえるんだよ。でそうじゃない人っていうのはそこから世界を変えることができないからね。だからいつまでたっても同じ地域でずっと細々と仕事をしとって、でどうしうちの会社こんなにダメなんだろうって思ってるわけよ。これまとめるとこういうことなんよ。俺がよくね、セミナーとかで、いや、お客さんとかに言うことがあって、これね、犯罪者がいるんだよ。ランチェスター戦略なんだと思うよ。ランチェスター戦略って弱者が強者に勝つっていう戦略じゃんか。弱者が強者に勝つ戦略っていうのを、売れもせんようなところで売れもせんようなものを売ってもダメなんだよ、実際。だから、やっぱりその経済圏の上の人とも出会うことがないじゃん、田舎の方行って。100億、200億持っとる人と出会えるみたいなね。やっぱ都市圏行かないとやっぱ出会えないし、そこ飛び出して開拓するっていう勇気がいるよね。だからSNS やんないとダメなんだよね。よく、林って人がよく言ってるけどね。っていうふうに思う。今はちょっと話しそうだ。だから弱者が強者に勝つ経営っていうのは限界がある。これだけは言える。基礎産業がよく教えてる今の資金調達パッケージなんかも全部そうなんだよ。弱者が強者になる経営なんだよ。だから弱者が強者にならないと弱者にも勝てないんだよ。これが世の中の経営の真髄だと俺は思っとる。うちの会社もそうだもん。もともと弱者だったんだから。だけど今まあグループで10億円年商を超えたからね、うちも。急ピッチでこう上がっていくためにはやっぱ上の人に引き上げ、成功者に引き上げてもらえないとダメなんだよ。だから銀行にばっかり頼ってたらそこを引き上げてもらえるってことができないんだよね。それに地元のやっぱり強者につながってたとしても地元の中のことしか見えてないよね。だからやっぱり都市圏に出たりとか、やっぱり広い範囲で商売を組むようなやり方っていうとこ、ビジネスモデルを変えないとダメなんだよね。変える勇気がある人っていうのはやっぱ変わってんだよ、ちゃんと。実を言うと、商材が変わるから。商材が変わって、やはりこう上の人に引き上げてもらえるっていう仕組みを自分で作り上げてるよね。だけどダメなやつって作り上げれないんだよね。だからそういうふうな意味で勉強しないとダメっていうところが今日のまとめなんだろうというふうに思いますね。まとめると等身大になるってこととやっぱり勉強するってことは最低でもやらんとダメよね。でもそれが自分が等身大になれてるかどうかっていうのを振り返る場所っていうのが必要で、だからそれがまあグループコンサルなんだろうというふうに思います。うちの会社はグループコンサルというのをやっておりまして、5人1組のクラス、10人1組のクラスというのがあります。まあ毎月12,000円かかるんですけど、10分から15分ぐらいね、医者頭僕とお話をしてるということで、日頃の経営の悩みなんかもそうなんですけど、その集客の問題であるとか資金調達の問題であるとかいうような形で様々な相談を承っております。今ね110社ぐらい参加いただいてるんですけど、200社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますんでよろしくお願いします。それと別にですね、うちの会社の個別面談コースというのをやってるんですけど、資金繰りのチャンネルなんですよね、うちは。その資金繰り苦しい人のためのコースがあって、30分48,000円をいただいてるんですけども、これはYouTube 通じて契約してるんでクレジットで契約しますね。財務資料からなんから一通り全部見るんですけど、うちが資金持ってるんですよね。だからうちが繋いであげることができると。で、繋いであげながら、さっきみたいにこうゴールをこう突き抜けるっていうようなやり方を目指してるんですけども、だいぶ解決した人もいるんですよね。35社ぐらい今参加いただいてるんですけど、50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますんでよろしくお願いします。最後にね、まあそうは言っても最初は無料相談がいいと思うんですね。お互いできることとできないことがありますので、無料相談の場を設けておりますので、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。1000万やったら50万同じ1000万で 3% って言っても毎月こう下手すりゃ毎月こうロールするってこともあるんだ。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金・助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。